グレアムランドグレアムランドは南極にある地域の名称。南極大陸の西部にある南極半島の北半部を指す南極半島地図。赤字で記されているのは各国の南極観測基地、グレアムランド北部と周辺の島々1南極半島、2ジェームズ・ロス島、3デュルビル島、4ジョインビル島、5ダンディ島、6スノーヒル島、7ベガ島、8シーモア島。 9アンダーソン島、10ポーレット島、11ロッキャー島、12イーグル島13、13ヨナセン島、14ブランスフィールド島、15アストロラーベ島、16タワー島南極半島を南北に2分した北部を指す。その南限は、ケープジェレミーとケープワガシーを結ぶ線で南にパーマーランドと接する。南極線が通過しており、クレアムランド北部は南極圏外に位置する。 グレアムランド最北部を指してトリニティ半島と呼ぶ。トリニティ半島の最北端プライムヘッドは南位63度12分付近にある。グレアムランド周辺には多くの島がある。トリニティ半島周辺では北にブランスフィールド海峡を隔ててサウスシェトランド諸島北東に南極海峡を隔ててジョインビル諸島がある。西海岸には アデレード島などのビスコー諸島がある。東海岸にはラーセン棚リが発達している。東海岸の目立つ地形としては、東へ6 7トルにわたって突き出したジェイソン半島がある。イギリス、アルゼンチン、チリが領有権を主張する地域に含まれる。この地域は1820年に発見された。1832年にこの地域を探検した。 ジョン・ビスコーが当時イギリスの海軍大臣であったサー・ジェームズ・グラハム、順断尺にちなんで、クレアムランドと命名した。南極大陸最大の半島を指す名称として、長らくイギリスは、クレアムランド、アメリカ合衆国は、パーマー半島を用いていたが、1964年に、米国の南極地名諮問委員会と英国の UK アンタークティックプレイス、 ネームズコミッティの間で合意が形成された。これにより、半島全体の名称として、南極半島が提唱され、北部をクレアムランド、南部をパーマーランドと呼ぶことになった。ウィキメディアコモンズには、クレアムランドに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。